気づきと癒しのメッセージはずきなラジオ心の扉みなさんこんにちははずき光栄ですはずきなラジオ心の扉今日のテーマは無価値感です無価値感。自分には価値がないと あなたが自分で無価値観のレッテル貼りをしない限り、あなたに価値がないことなど誰にも証明できません。無価値観は罪悪感と密接に結びついた。潜在的なネガティブ観念です。すべては私のせいと自らを責め、罪悪感をごまかすための保証行為として。 犠牲的な役割を演じることで自分には何の価値もないかのように無意識に振る舞うことが無価値観の本質です潜在的に無価値観を感じている人は心の深い部分で自分には価値がないとレッテル張りをしていますだからこそそれを隠そうとして表面的には自分がいかに有能で 役に立つのかを証明ししようとしますつまり無価値観の強い人ほど意識的に良い人を演じて努力して一生懸命働く傾向が出やすいと言えるでしょうしかしそうやって身を子にして一生懸命働いてみたところでその動機が罪悪感を埋め合わせるための 保証行為である限りいくら懸命に働いてみたところで自分では何の報酬も受け取ることができません「私には価値がない」と思いながら働いても無価値観をますます強めてしまうことになるだけです無価値観の多くは子供時代親から受けたトラウマによることがほとんどです親かららひどく叱られ 傷つけられたとしても子どもは親が悪いとか間違っているとは思えません親が怒るのは私が悪い子だからだとして自分を責めるようになり罪悪感を背負い込んだまま大人になるとそれが潜在的な無価値観へとつながっていくのです今日は「あなたの中にある」 無価値観にフォーカスしてみましょう。なぜあなたはその仕事をそんなに一生懸命やっているのですかあなたが自分の価値を一番認めてほしい人は誰ですかあなたの価値はあなた以外の誰かが評価して決めるものでしょうかあなたが自分の価値を自分で認めないで 誰があなたの価値を認めてくれるというのでしょう。なぜあなたは自分には価値がないと堅くなに信じているのでしょうか。自分には価値がないと信じているから無価値観を感じてしまう現象が引き寄せられてくるのです。あなたには、 あなたにしかない価値が必ずあります。大丈夫、絶対です。はい、それでは、ここから。無価値観についての解説をしていきたいと思います。無価値観というのは、まあ、罪悪感と密接に結びついています。無価値観以外は、自己否定や自己嫌悪というものが。 まあ無価値観とこう密接に結びついた感情としてあるのですがこれはやはり小さい頃、幼い頃ですね親から受けたトラウマが原因のことが多いと言われていますまあ、自分が大人になれば、あるいは親になれば十分わかることですが親は別に神でもありませんし、聖人君子でもありません単なる一人の弱い人間です 当然自分のイライラや自分がうまくいかないことを子供に当たってしまうということも往々にしてあるのは自分が大人になれば自分わかることでしょうしかし子供の側からするとやはり親が間違っているとか親が悪いとかは思えないのでどうしても自分を責めるというパターンが子供の心に深く傷として残ってしまうということは大いにありえることかもしれません しかしあなたはもう大人なのですからその罪悪感あるいは無価値観をずっと握りしめている必要がないということにもうそろそろ気づいてもいいのかもしれません無価値観が強い人ほどいい人を演じる傾向があります自分の無価値観を気づかれないよう誰かにバレないよう一生懸命 逆に働いてしまうという傾向があるんですねしかしその無価値観を何とか埋め合わせようとして働くことによって自分の存在価値を認めるというか高めることはなかなか難しいことかもしれませんなぜなら無価値観をベースにしてるとどうしても 価値のない自分というベースでお仕事をするわけですからそのやってること自体に自分自身も価値を見出せないということになってしまいますですからその価値を見出せないことで逆に褒められたりとか認められたりしても本当に自分がそれがやりたいことではない限りやはり無価値観がさらに強くなってしまうという悪循環に陥るので注意が必要です 本当の自分ではない部分を演じようとするからさらに無価値観が強くなることになるのです。なかなかか やはりその無価値観の強い人というのはそのままでいい自分のままでいいこのありのままの自分を見せるさらけ出すそれを認めてもらうということができないのでどうしてもこう無価値観の仮面をかぶったまま何かをしようとするのでさらに無価値観が強くなるという悪循環に陥るパターンになるのでそれをぜひ注意していただければと思います。 否定されたくない自分の価値に気づいてほしいというその思いとは裏腹にその無価値観を持ったまま働いてしまうとさらに無価値観を感じることになるという悪循環ですつまり自分が何かを提供しないと自分には価値がないそのままの自分ではいいと思えないのでずっと何かをやり続けてしまうというその悪循環につながってしまうということをぜひ覚えておいてください 自分には価値がないという観念がお前には価値がないという現象を引き寄せることになるので要注意この仕組みに気づくことが非常に大切なことです無価値観の強い人はぜひこのワードを呪文のように唱えていただくといいんではないかなというふうに思います私は私のことが大好きです私はあるがままの私を受け入れますよろしいですか あ自分は無価値観があるなぁと、自分の価値を自分で認められないなぁと思う方は是非「私は私のことが大好きです」「私はあるがままの私を受け入れます」というふうに呪文のようにつぶやいてみましょう大丈夫あなたにはあなたにしかない価値が必ずあります今日もありがとうございました葉月光栄でした